浅田一吉君、はい、えー、日本維新の会の浅田一吉と申します。今日はあの参考人の三人の先生方あ、貴重な意見聞かせていただきまして本当にありがとうございます。えー、まずですね、私あの中中が参考人の方から、えー、質問をさせていただきたいと思っているのですが、あの先ほどのお話の中でですね、この日米デジタル貿易協定に関しまして。 これは有志国による WTO デジタル貿易協定が進められていると、日米が共同で交渉をリードしていく基盤となると、ご発言されておりますして、書かれております、私も同じ意見なんですが、でそのこの日米デジタル貿易協定の意義としてです、ね、アメリカをその、 マルチの場につなぎ止めておくという、まあ、効果が期待できると、えー、まあ私もあのそう思うんですで想定されるターゲットは中国だであるとこのデジタル貿易っていうかこのジデジタルプロダクトに関してはもうアメリカと中国とものすごく日本より進んだ2つの国があってですねで日本は今そこにどういうその 土台を築いていてくかという段階にあるというふうふに考えておりますそれであの、まあ、リードしていくっていうのはいいんですけれども逆にですねこの先生おっしゃいましたようなそのアルゴリズムの開示要求の禁止とか暗号技術の開示要求特定の暗号主要の要求の禁止とかですねそういうことを中に含めてしまったことによって逆にその日本のプラットフォーマーが これから成長する妨げになる懸念は。あ、私は若干あると思うんですが、先生どういうふうにお考えでしょうか。中川参考人。ご質問ありがとうございます。あの。基本的にこれ、これは。プラットフォーマーの企業とし、が、その世界展開していく中では、必要な。規定で。 例えば、中国なら中国に進出をしたときに、お宅の使っているソフトのソースコードを全部開示しなさいと、あるいはアルゴリズム、そのベースになる文法ですけど、そこも全部出しなさいって言われたら、もう商売ならないですよね、同じ意味で暗号技術にしても非常に重要な企業秘密でしょうし。 でそこについてはあの、強制的に開示させられることはないというのは、ある意味、デジタル経済がグローバルに展開していく上でのインフラとなるルールだと思います。その上で、例えば個人情報は保護しないといけないとか、消費者をどうやって保護するのかとか、そういう問題、あと、国家安全保障上の懸念がある場合に、どういうふうにプラットフォームーなりに規制をかけていくのかということを話し合うと。 いうそういう立て付けでものは考えていくべきだろうと思っています。はい、ありがとうございます。浅田一徳君。はい。えー、っとそれであのう内田参考人もあのこれ事前に配布された資料を読ませていただきましたところ、こうデジタル貿易に関してはかなりこうご懸念を表明されて。 おりましてでかなりこう私自身もこれは進めるべきだという立場なんですが同意できるところも結構あるので,で今あのプレゼンの中であまりお話を聞かせていただく時間がなかったのでここで質問する形でですねあのお話を聞かせていただきたいんですが今あの。 中川先生の方からお話ありましたようにですねあのアルゴリズムとそのソースコードの開示禁止というのがあってで、まあ、私はあの どちらかといいますとです、ね、そのソースコードというのはプログラムプログラミング言語で書かれたプロ,プログラムそのものですからこれはもうあの開示しろと言われてもその、まあ、知財に入るというか、まあ、公開はあ当然されないものだと思うんですけれどもそのアルゴリズムに関しましてはね 例えばそのデータをどう格納するかとかですねデータをどうあの並べていくかとか格納するかどう引っ張り出すかそういうふうなまあまあ手続き面でのことですので,でアルゴリズムの中にもあの公開鍵とか暗号鍵とかですねこれも絶対企業秘密で表にしてはいけないやつとで別にその表にしてもいいではないかと。 OS のところ、あのコンピューターの時もですね、OS で、まあ、MS-DOS というのが先行しとって、でそれに対抗して、ですねあの例えばあの Linux なんていうのはあのオープンソースで、えー、発表されて、それがまあ、 コンピューターの発展にすごく寄与した面があると思うんですけれどもアルゴリズムこう全般を一括りにしてですねこれを開示禁止すべきって言うべきではなしにあの一部それは特定秘密っていうか、まあ、企業秘密っていうかあの知財に属するものでこれは絶対開示できませんっていうのと別にその開示してもこれからの発展につながるからむしろその 開示すべきではないかと思えるようなあの分類がで、きると思うんですでそれを10羽人からげにもうすべからく、えー、開示は禁止というふうにこうしてしまったのは、ちょっと行き過ぎではないかなという気がしないでもないんですが、あのその点に関しまして、あの内田参考人と中川参考人、ご両人のご意見をお聞かせいただきたいと思います。 一田参考人はい、ありがとうございますあの非常に重要な論点だと思っていますであの企業の側からすればですねまあそれは知財に属すかどうか別としてそのアルゴリズムというのは、まあ、まさに企業にとっては一番重要なですねまぁ、あ 遺伝子というか設計図というかそこなので、まあ、それをあのやみくもに開示したくないというのは企業の論理としてはあってでアメリカなんかはやっぱりずっとそのソースコードであれアルゴリズムであれそれをあの開示させなかったことによってですね企業が大きく育ってきたという経緯がありますただこれですねあの今そのアルゴリズムという特に AI でですね使われてますがそれがまあいろんなところにあの影響を及ぼすようになってですねやはりその全てが クローズドでいいのかという議論はアメリカでもありますし、これ、USMCA にもですねこのアルゴリズム、ソースコードの開示要求禁止は入っていて、カナダの研究者なども公共政策との兼ね合いでですねいいのかという提起はしています。例えばですけども、AI で自動,車自動運転、自動走行車というのがおそらく今後、一般的になってくるでしょう。じゃあ事故が起こったとき あるいはですね、今、農村でもドローンどんどん飛ばしてですね、それも AI で全部気象状況から計算して勝手にやってる、そうい身近になってくるとですね、そういう事故が起こったときに、じゃあなぜ事故が起こったのか、何が間違いだったのか、これは捜査をしなければいけないわけで、えー、その際に開示要求というのはもちろんなされるべきなんですね。で一応 デジタル貿易協定の中にはあの一定のです、ね、規制機関または司法当局が他の締約国に対してです、ね、特定の調査、検査、検討、執行活動または司法手続きのため、えー、開示要求ができることには一応なっていますけどもこの文章は割とそと解釈の余地というか定義がそんなに明確じゃないので例えばその消費者の権利が侵害されたと思うようなですね いろんな事例が出てきたときに、どこまで開示要求して,して通るのかどうかっていうのは、非常にその、インプリメンテーションの,あの実施のところで,です、ね、いろいろ問題になってくるんじゃないかというふうに懸念をしています、はい、中川参考に。ご質問の中でですね、そういうものについては、知的財産で保護することも考えられるんじゃないかっていうお話あったと思うんですけれども。 特許にせよ、著作権にせよ、一応それは公開されます、公開されますよね。ただ、おそらくそれを公開しないところにあの意味があるんだろうということで思っています。で、アルコリズムにしても、暗号技術にしても、原則開示要求は禁止とした上で、で先ほどの内田参考人の,あの意見にもか,かぶりますけれども、 例外としてそれを開示しなければいけない場合というのを具体的にどういうふうに詰めていくのかというふうに議論を進めていくのはいいかなと思っています浅田均君。あと一つだけ あのこれからね、私たちもそういう社会を実現させたいと思って、自動運転のバスとかですね、まあ、実証実験を始めたいなと思ってるんですけれども、そういうときに、まあ、もちろんその背景に AI という技術があるわけですけれども、それがそのなんか、えー、事故を起こしたって今、今、事例を挙げられましたですけれども、実際そう、そういうことがあのカ,ナダカナダであった。 あ,のあったっていう前提に立って、ですかこれ、想定のあれですかあの、お書きになってるのはあの、えーっと、自動化された意思決定プロセスにおいて個人情報がどのように使用されているのか検証するよう、個人情報委員会等の等規制当局が要求されることもあるだろうというふうなあのことを書かれてるんですけれども。 あの先生の引用としてですね下参考に時間がまいっておりますので、簡単に思、はいまそこに書いたのは、ですねあの実際にカナダで事,件が起こった事故が起こったということはなくて、まあ、想定で、ですねただ実際、AI を使った技術はまあどんどん進歩しているわけですが、あの重大な事故はもちろんあの目立つから注目されますけど、そうでなくても、ですね、えー、日々いろんなその例えば人権ですとか、あの消費者の。 権利そういうところとあのコンフリクトを私は起こしていくと思うんですね。その際にどういうその法体系、法規制がですね、必要か、というその権利、えー、と企業の自由というのはあの、もっと私は日本の中でその議論がですね、十分に必要だというふうに思っております。はい、ありがとうございいまましたた終わらせていただきます井上聡